我は複雑なことを望んでいない。我に盾ついておいて、なおも生きながらえようとする人間どもをただ消し去るだけだ。だから貴様も、よく覚えておきなさい。人間とは結局、時の流れと共に醜悪になっていくもの。我は貴様らの魂が汚れる前に、あらかじめ刈り取ってやるだけだ。アベンジャーだって？俺がどこに所属しようが、必要なものを得られればそれでいいんだ。お前だって例外じゃないさ。俺をどう使うかはお前の自由だ。下手に扱って俺の機嫌を損ねるようなことはしないようにね。お前は私の話にうなずいてくれさえすればいいんだ。あとは私に任せておけばいい。どうだ？簡単だろ？私はもうじき約束の地へ向かう。そこで何をするかって？それはその時になってから考えればいいだろ。我のものになりなさい。そうすれば公平にしてやる。命乞いするのはもう遅い。